込み。今日3本あるうちの1本新ネタライブでしょ、うん、そうだね。でこういう時って絶対さ喧嘩するじゃん。絶対今日はしないと思うよ。いやいや、そう言ってさ喧嘩しないでしないよ。じゃあだからさ俺思ったのよ、うん、お互いにイラッてした時にさ、うん、聞き手じゃない方を手挙げるのと今イラッとしてますよって聞き手じゃない方、うん、左で挙げればいいってこと。じゃあ私それやっていいの。そうすればさ、うん、あ今これでこいつイラついてるんだって分かるってこと、うん、じゃあ多分20秒に1回手挙げちゃうけど大丈夫。私なんだ手挙げなくても言葉で言えるけど、そこは手挙げた方がいい。いや、うん、挙げた方がいい。まろやかになるから。あ、その分。なるほどね。まあでも一番ね、喧嘩しないで。そうだよ、仲良くやることが一番だよ。マジそんな。だって九州の方かどっか大雪だもん。ね、10日もと関東は大雪だって。木曜。安いね。昨日誰か行ってた。チーズとトマトソース。あ、ピザトーストみたいな。うん。でも初めてラーメン豚山食べたからうまかった。マジうまかったね。うまい。押すときこうやって押さないとこの静電気の塊でできてるので。すごい見せて。かわいい。かわいい。目と鼻と口。え？綺麗。ね、鼻口。あ、これが。そう、これが体じゃないんだ。そう、これが顔なのよ。ここが 目でしょ。そう、目つぶってるの。で、ここが鼻で、ここが口でしょ。へえ。これ岡田くんです。え、これがさ、へその。え？いや、全然違うでしょ。でかすぎるだ。わかんないんだよ。多分心臓とかじゃない。あ、血管ってことこれ。そうそうそう、なんか。幸せが待ってるよ。すごいっしょ。すごい。誇らしいよ。もうパパの顔になってる。もぐらさん、あ、空気階段のもぐらさんだ。めっちゃもぐらさんじゃない。もぐらさんじゃん。男に、おじさんに見えるかな。見える。見えすぎちゃって。ここにこういうの書いた方がいいかな。いや、いらないんじゃん。いらない。入れてもいいけど、おじさん入れなくても。あれどっちか。お願いします。お願いします。すいませんね、カロリーが高くて。今日いいんだよ、気にすんの。そんなこと。どうした。撮ってた。多く撮れてた。
ほうぞ勝利となっております。お題11問目もらってもよろしいでしょうか。すいません、得意な意見の目玉さんのやつ。いや、降りるだけ。はい、受けた。はい、OK。これ1時間じゃあまたね。またね。今日もありがとう。また。忘れないでね。俺たちのこと忘れないで。いや、そんな。失礼します。